安倍総理と昭恵夫人と共に写る男性悪質なマルチ商法だとして行政処分を受けた札幌中央区の暗号資産販売会社四葉ホールディングスの淡路昭仁元会長だ2016年4月の桜を見る会の前夜祭で撮られたものとみられるこちらは昭恵夫人のフェイスブック 2016年4月に投稿した前夜祭の写真と比べると、総理夫妻の服装が一致する安倍総理の青いネクタイ、そして昭恵夫人の桃色の衣装、これとこの写真と、誰が見ても一緒ですよねこのマルチの社長はですね、前夜祭と桜を見る会に来られたということはお認めになりますか。 正直申し上げてですね、たくさんの人々と写真を撮ります。私自身は正直申し上げて、妻もですね、当該人物とはお存じをしておりませんし、個人的な関係はないということを改めてはっきりと申し上げておきたいと思いますし、顔にも正直見覚えは全くないのでございます。顔にも見覚えがないという安倍総理。しかし、昭恵夫人のフェイスブックを見ると、2016年8月に投稿された。 安倍総理の地元山口県の花火大会の写真にも総理夫妻とともに淡路氏が写っているのが確認できる会員によるとこうした写真は会員同士の LINE などで出回り勧誘にも使われていたまた四葉ホールディングスの社内にも淡路氏と安倍総理との写真が飾られていたという我々は 四葉ホールディングスに対し淡路氏が桜を見る会に参加した理由や総理との関係について質問を送っているが依然として回答は届いていない。